スタートにゃんあれスタートしない。してんのかな実は。スペースしてるよ。おわあ、すごい綺麗表示しきれてない文字が。ないやでまたフィルスに到着しました。あなたは他の橋とは異なる全ての橋のバージョンを観察して。喜んでいます。表示しきれてないだけなのかなガーン。あ 正面にしか歩けない。若いんじゃない、私。遠くで小さな船が明るい朝に向かって滑っていく。開封、頭の呼び,呼び声が海。海猫の呼び声が聞こえる。海猫、海風。ああ。この橋は。橋は近くの教会の前で終わり、歓迎的な雰囲気が漂う。Water a l l e y ムーリッシュ。窓。ムーア風風。尖った風。窓。その上にあるルネットやバラのステンドグラスなど、さまざまな窓があなたを見下ろしている。チュルクライのホールの静かな音は視界で向こうにさかつかに行く。 ああ,あ,あ見逃したいい風通雰囲気屋根があるにもかかわらず華やかな窓がその空間をまるでグラの壁のように最高に感じさせるケーパーこの年はあなたの視界に驚きをもたらすケーパーの茂みが突き出た繊維,し繊維の茂み 壁、地面を覆う無数の歩道。花に水をやっている老人は、見知らぬ人であるにもかかわらず、笑顔で挨いしてくれる。こんにちは。こんにちは。美しい。綺麗よな、このゲーム。何千もの足で、すり減った一畳の砂利の砂の上を足で進みます。私は大人なのか。結構でかい。でも植物でかいな。 長い路地を進むと背景に華やかな建物がそびえ立つ、古いアパートが見えてくる。いうくらい。ミズリウレット、後悔。何だと後悔。ドゥームス。 毎日フィルスを目の前にしてそこにあるものをいつまでを見,見,見続ける人は幸せだと、あなたはかすかに一目見る,見ることもできないのに街を去らなければならないことを後悔しながら叫びます。しかしその代わりにあなたはフィルスにとどまり残りの人生をそこで通過さなければなりません。やがて街はあなたの目の前で消え去り、バラ、窓、コーベルの彫像、ドームは消え去ります。 何帰るのフィルスの住人の皆様あなたはあの通りからあの通りまでジグザグの線をたどりここの日陰の部分と日陰の部分を区別しそこに階段がありかごを置くベンチがありそうじゃないと足をつまずくつまずく場所を区別しますょう注意深いあなたは足の下を 砂利から石そしてタイルへと移り変わっていくのを眺める「砂ャリッチャリ」ャリ「オールドマン」老人は親しみを込めてあなたにうなずきます「チュ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 街を残り部分は見えませんあこれ読んでない道が虚空に浮かぶ点として 描かれた空間です。特定の銀,銀行のテントにたどり着く最短ルート。特定の再建者の窓を避けるルート。あなたの足跡は目の,前目の外にあるものではなく内側にある埋もれ消されたものです。テックテック。わあ !2 アーケードルルルルル アーケールが2つあって一方の方が楽しそうに見えるのは30年前の幅広の刺繍入りの袖をした女の子はそこを通ったからだあるいはそのアーケールも他のアーケールと同じように特定の時間に光をキャッチするからだ特にあったかは思い出せないあとたはいつも通りのルートで仕事に行きますフィリス人だったの私は海,海鳥の鳴き声が背景に消えていく 仕事だい何百もの目が窓、端、岬を見上げ空白のページを眺めているかもしれないフィルスのような年の多くは不意をつかれた男を除いて誰の視線も逃れることができるフィン、終わったおしゃれなゲームだった。 すごいや、雰囲気が。絵じゃん。絵画じゃん。絵画だよ、これもフィルターをかけたんだろうけど、絵画。寒くなってきた。さらなる厚着をしないと。